マテリアル。ガムイのヒューラーです。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということで今日はですね、9月9日はい、はい、クックの日ですね。クックの日ですね俺ソロマンやってたから、はい、クックの日言いたかっただけなんですけど、はい、他にどんな日なんでしょうか。はい、この日なんの日です。はい、今日は腸腰の節句。うん、来た。はい、腸腰筋。何をしてるんですか。知らん。腸腰筋ってあんねん、ここに。腸腰筋、腸腰筋、ほんまに股関節。そうそう、あの 腸はあの腸の腸。うーん、で、腰は腰ね。で、腸腰筋ね。うん、で、腸腰筋っていうのが、あの、違う。いらん、いらん。違う、ごめん、ごめん、ごめん。この日何の日のコーナー。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。腸腰筋はまた違うコーナー。はい、すみませんでした。はい、はい。はい、腸腰、重いと書いて、重いに太陽の陽で、はい、腸腰、はい、ね、はい、の節句です。はい、これ五節句の一つとなってまして、ね、七草がゆを食べる神実の日とか、うん、桃の節句とか、はい、勝負の日とか、七夕とかな、はい、一つのね、はい、はい、もう一つのその中、その中の節句です。うん、はい、となっております。はい、あまりね、馴染みはありませんが、うん、はい、腸腰の日。でもこれ日本人は昔からやってこの腸腰節句っていうのは大事にしてたんですよ。うん、はい、なんか江戸時代から栗ご飯を食べる習慣があったそうで、うんうんうん、別名栗の節句とも言われています。うん、でまたね、菊の節句とも言われてます。菊の日とかも、ね、菊が咲く頃なんですね。はい、はい、というので、言われていたりとかします。はい、だから栗あんを使用した、うん、和菓子などを食べたりとか、はいはい、菊を表した和菓子とかが販売されたりとかもしているそうなので、うん、ぜひ今日にね、腸腰の節句、はい、堪能してみてください。そしてもう一つ、はい、食べ物を大切にする日です、うんうん、はい、食べ物を捨てることなく食べきることが健康にも通じることから、うんうん、健康長寿を祝う、うん、腸腰の節句に、うん、記念日が設けられています。なるほど。また食べ物を捨てない、はい、残さないの語呂合わせからも来ております。はい、そっちがきつかったちょっとこれ言いたかったかな。そっちがきつかった。めっちゃね、9月9日めっちゃ記念日があります。はい、はい、先ほどのね、クックの日であったりとか、そうそうそう、救急の日であったりとか、はいはい、その前1級ですから、はい、いろんなね、記念日がございます。はい、はい、ぜひぜひ皆さんちょっと記念日も要チェックしてみてください。はい、はい、以上です。はい、ということで、このプレゼンありかなしかなんですけども、まあ、今日はですね、インタビュー、またあのリモートのインタビューをね、はい、させていただいたんですけども、これがね、もうね、うん、アイドルです。アイドル。もう前回、先週は元グラビアアイドルの、うん、小原のり子さん、うん、もう大山博士はどいといてくれっていう、ね、はい、感じなんですけども、今日はですね、なんとですね、あのいろはさくらっていうね、うん、あのアイドルグループがあるんですけれども、うん、その中で、活躍しているお二人が出演されている映画、うん、ジョバードっていう、作品と、それから映画カゴの中の絆というこの2つの作品、ね、にこのお二人が出演されてます。まあ、あの一つはダブル主演、一つは、永瀬佳子さんが、朝比奈芽衣里さんと永瀬佳子さんなんですけども、このカゴの中の方は永瀬佳子さんが主演、うん、で、ジョバードの方はお二人がダブル主演、うん、で「かごの中」の方でも実は永瀬さんともう一人朝比奈さんも親友役でね、出演されているということで、お二人にですね、作品についていろいろとお伺いしてきました。はい、はい、まあ、とりあえずね、受け答えはアイドルですから、かわいいですね、もうね、おじちゃんね、おじちゃんね、とりあえずもうなんか、もう俺子供おれへんだけど、もうなんか娘を見るような感じで、ああそっか、そうですよねみたいな感じで、すごいもう何を言われても、ああそうっていう感じで聞いてましたけども、はい、ということで、お二人のインタビューをね、はい、ご覧になっていただきたいと思います。はい、それでは
このプレゼンありかなしかスタート。するんやってな。チームクビになって行くとこなくなるから帰ってきたんやろ。情けな。あんたが出てってからこんなことは何回もあったけどな、その度にあの子も私も涙を肥やしにして笑いながら立ち上がってきた。隣の芝生は青い。うちの芝生はもう枯れとるで。でもまだ土は残ってるやろ。土さえ残ってたら何遍でもやり直したね。何遍でもや。それでは、今日はですね、映画ジョバード、そしてもう一つ、映画、カゴの中の絆、この、作品に出演されましたお二人ですね、朝比奈めいりさんと、永瀬佳子さんに、インタビューさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、まずですね、ジョバドの方からお話し進めていきたいと思うんですが、はい、じゃあこのジョバドに関してはですね、朝比奈さんの方からどういう作品か、はい、簡単にご説明お願いします。はい、バドミントン部に所属している女子高生2人に主にスポットを当てた作品になってるんですけども、コロナウイルスが流行したタイミングでの大会の開催が決定して、で私が演じる役も途中で怪我をしてしまって、いろいろあって仲も悪くなってしまってっていう最悪な状況に陥るんですけども、うん、そこからどう大会に向かっていくのかっていうものをすごい細かい心情を描きながら撮っていただいた映画になっています。はい、そうなんですよね。だからジョバードっていうのが、うん、まあ、あのこれね、バドミントンじゃなくてバドミントンなんだっていうね、あのバドミントンなんですよね。これセリフの中で実はあるんですけども、はい、はい、はい、でバドミントンなんですよ。でお二人は、どうなんですか、バドミントンは経験したことがある、ない？ない、全くあります。あ、そうなんだね。ナナさんは あって、はい、朝日さんはない。で、で難しかったですか、やっぱ。全く、そもそも、全く知識なかったんで、はい、台本いただいて読んだときに、はい、ジャンピングスマッシュをするみたいなこと、技の名前が書いてて、何ですかと思って、もう急いで検索してっていうところから始まったくらい、はい、大変でした。いや、ですよね。ジャンピングスマッシュってなんかね、なんかの必殺技かなと思っちゃいますよね、なんかね。びっくりしましたね。はい、ジャンプに出てきたなんかの必殺技かなと思っちゃいますよ。漫画とかで出てくれちゃう。はい、ねえ、でも普通に使うんですね、きっとね。はい。びっくりしました。はい、そうですよね。で、やっぱ何が一番この作品で難しかったですか？なんか難しいことってありました？撮影の時。結構ね、カット割れが多いんですよ、この作品。すごいカットを切り替わるのがすごく多くて。うん、多分ね、カット数多いんで、撮影大変だったろうなって僕は勝手に思ってたんですけど、はい、お二人どうですか？うん、大変でした。そのバドミントン、私が経験したことはないっていうのもあるとは思うんですけど、うん、スポーツを撮っていただくっていうのもそもそも初めてで、はい、練習を実はカコちゃんと一緒にすごいバドミントンされてる方を見に行ってもしたんですけど、はいはい、全くカメラとか入るとなんかここに打ってくださいとか全くできなくて、うん、軌道がね、カメラで見たら全然違うんですよね、自分が思ってるのとね。でも僕見てて多分お二人一番大変だったんじゃないかなと思うのは、階段のダッシュのシーンが割と出てくるというか、階段ね、割と印象的に使われてるんですけど、どうでした？めちゃくちゃしんどかったですね。余裕だと思ってたんです。ライブこなしてるしと思って、はい、かこちゃんともう絶対階段そんなしんどくないよと思ってたんですけど全然違うかったでしょ。地獄でした。うん、もう太ももパンパンになりましたよね、多分ね。なりました。
尻尾張って寝ましたね。で割とあの階段長いんだ。だいぶ長いですよねあれね、はい、上まで上がってる途中でもう太もも感覚ないぐらいの勢いで大変やったんちゃうかなと思って見てたりはしたんですけど、まあまあその大変やったのを乗り越えて撮っていただいたこの作品なんですけど、ポイントがねやっぱりそのコロナ禍で本当はね試合が、まあ、例えば3年生の先輩がねもう今年は試合がないって言われちゃったりとかして、本当は出て勝ちたかったのにそういう試合に出れなくなったり、その思いを引き継いでその後輩であるお二人がまたその先輩らが卒業してから今度は試合にね出ていくというお話になってたりとかするんですけど、同世代というか、まあ、リアルにねその世代の中に来てらっしゃるお二人だと思うんで、あのどういう思いでこの演じられてたのかなっていうのを教えていただきたいんですけど、その中学3年間バドミントン部やってたので、うん、本当にこの映画の最後のバドミントンの試合っていう重みが分かるというか、うんうん、2年間コロナで練習がうまくできるとか、うん、本当にこの最後のバドミントンにかけてみんな後輩も含めみんなで頑張ってるっていうのは本当にすごい伝わって、そこの強い気持ちっていうのをリアルに届けたいなっていうので演技はすごい心がけました。そうですね、やっぱり今のこの世の中を生きている中高生ぐらいの方、あるいは大学生ぐらいまでの方って、あの同じような思いをされた方すごいたくさんいらっしゃると思うんで、すごく刺さる作品ではないかなというふうに思うので、まあ、たくさんの人に見ていただきたいなと思いますよね。はい、はい、はい、じゃあですね次ですね、カゴの中の絆という作品なんです。こちらは永瀬さんが主演で、で、はい、さんが親友役で、ね、出演されているという形で、お二人とも、出てらっしゃる作品になるんですけども、こちらどういう作品なのかは永瀬さんからお願いします。こちらですね、家族の死をきっかけにですね父親がお家を出て行ってしまい、はい、なかなか本音で語り合えなくなってしまいます。なんですが久しぶりにお父さんが帰ってきて、うん、娘としてはなかなかその状況を受け入れられずに、うん、夢を追う父を軽蔑して見てみしまい、なんかこれからどう進んでいくのかという結構反抗期の娘とお父さんをリアルに描いた映画なんじゃないかなって思います、うん、はい、そうなんですよね。あの作品的に言うとね、まあ、やっぱりその親子の絆というか家族の絆というか、まあ、まさにカゴの中の絆っていうタイトルが示す通り絆がメインになってたりとかするんですけど、まあ、この作品で一番こう気をつけられたこととか、永瀬さん的にこれ気をつけましたみたいなのってありますか？気をつけたことはやっぱり映画中に家族と触れ合うのが多いということで、日常的からなんかよくに入ろっかなっていうので、うん、普段本当にお父さんと会話するときに本音で話してみたりだとか、うんうんうん、サッカーボールをお家で触ったりとか、うんうん、もう映画の中に入ってるかのように普段過ごすっていうのを心がけながら生活してました、はい、普段はそんなにお父さんと喋ってってたわけではない感じ。そうなんですよ、うん、仕事の時間とかもあって、うん、会う機会がなかったので、うんうん、ちょっと合間を練ってお父さんお父さんって喋りかけに行ったりとか。なるほど、なるほど。でもその急に本音で喋り出したりとかしたらお父さんびっくりしてませんでした？お父さんはもうすごい乗り気なんですけど、私はすごい恥ずかしくて、うん、あーそっか、まあ、でもそれは逆にこの作品をねきっかけにお父さんなんか距離縮められたんじゃないかなと思って、きっと喜んでらっしゃるとは思いますが、朝日奈さんはどうですか？なんか今度、まあ、親友役でね全然また関わり方が、はい、あのジョバドとは違う感じなんですけど、友達の役として出演するんで、この家族の中で主人公は揉めて落ち込んでても、私一緒にいるときは一緒に落ち込んでる分に引っ張られちゃいけないんだっていう意識もすごく難しくて、うん、なるほど。普段はほら仲いいわけでしょ、すごい。めちゃめちゃ仲良しです。でしょ？普段のカコちゃんとの会話とかを頭の隅に置いてました。うん、で、これがまた、その、永瀬さんの方は監督から、声を落とせとか、なんか笑うなみたいな指示を出されてたわけですよね、うん、きっと。そうなんですよ。はい、もっとトーンを落とせ。明るくするなよ。そうなんですよね。だから僕もまあ見させてもらったんですけど、やっぱね反抗期の娘さんだから家帰るまではすごい楽しそうにしてるんだけど、家入った瞬間にね全然トーン変わっちゃうっていうか、すごい意識しながらセリフを言ってましたね。あの僕永瀬さんうまいなと思ったらそこですね。誰に対してイラついてるのかをちゃんと、はい、あのセリフを表現したかったので、はい、ありがとうございます。いやだから変な話、あのね、なんとかのおっちゃんってあの飲みに来てるおっちゃんいるじゃないですか。そう、はい、であのおっちゃんに向かってなんかバーンって当たるみたいな言い方やねんけど、でも実はそれは別におっちゃんに向かって言ってるんじゃなくて
怒ってるんじゃなくて、はい、お父さんに向かって怒ってるっていうのはちゃんと分かるようになってるというか、ただ単にぶつけてるだけじゃない感じやったんで、すごい良かったなと思いますよ。ありがとうございます。嬉しい、はいはい。まあ、ぜひそういうところもね感じて見ていただけたらいいんじゃないかなと思うんですけども、もうそろそろお時間になっておりますので、お二人からですね、一言ずつ、見てらっしゃる方にメッセージをお願いしたいと思います。じゃあまずは朝比奈芽里さんからお願いします。はい。映画のジョバトとか、まあ、内容はバドミントンになるんですけど、すごいコロナウイルスのことに触れてるとか、マスクとか練習できないとか、観客がいないとか、いろんなコロナことを描いて、多分みんな困ったことがあるとは思うんですけど、バドミントンに関係なくても心に刺さる部分たくさんあると思うので、そういう部分見つけていただけたら嬉しいなって思います。はい、ぜひ見ていただきたいですね。はい、では、永瀬さんお願いします。はい、双子の中の絆なんですね。家族のお話なので、もうどこか一つは刺さるポイントがあるんじゃないかなと思います。そしてこれ見た後に日常で少しでもなんか変わるきっかけになったらいいなって思います。はい、そうですね。どちらもね、刺さるポイントのちゃんとある、作品になってますので、ぜひですね、お二人がどんな演技してるのかを見に行くのもそうですし、まあ、作品のね、中身をね、見に行っていただきたいなと思います。はい、それでは今日はですね、映画ジョバド、そして映画カゴの中の絆に出演されました朝比奈芽里さんと永瀬佳子さんに、インタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ね、可愛らしいでしょ。可愛らしい。ね、もう本当おじさんね、もう何やろ、全然子供いないしあれやねんけど、お父さんがなんか娘を見るような心なしか優しい感じでね、あ、めちゃめちゃ優しかったよ ね、うん、めちゃめちゃ優しい。もう普段めっちゃ厳しいね。いやいや、そうはい、はい、まあ要はアイドル映画なんですよ、うん、なんですけれども、まあその中にちゃんとテーマ性がね2つともある作品になっているので、その辺のテーマをね汲み取りながら見ていただければいいんじゃないかなと思いますし、まあ、ジョバドも「過去の中の絆」というこの作品も2つとも、このいろはさくらに所属しているこの2人がね、出演しているという形になってますから。他のメンバーの人は出てないんですか。多分出てると思います、はい、出てると思います。ごめんなさい、ちゃんと僕が他のメンバーを把握してないのできっとメンバーなんちゃうかなと思ってる人が出てたりとかしてると思いますけど、はい。でも多分お芝居がしっかりできる人をセリフできる人には選んだはるとは思いますので、はい、だから、基本ね脇固めてる人たちは結構しっかりしてたりしますよ、はい。特にカゴの中の絆に関しては、永瀬佳子ちゃんの相手の、お父さん役の人からお母さん役、それから、近所のおっちゃん、よく来るおっちゃんとか、相手してくれるお兄ちゃんとかいろいろいるんですけど、皆さんそれぞれしっかり芝居できる方ばっかりだったんで、はい、お芝居としてはしっかり見れる作品になってましたね、はいはい。まあ、これが、シアターセブンで、今日からですね、9月9日から、7日間限定なんで1週間限定なんで、はい、ぜひ、1週間限定ですので、多分まあね、いろはさくらのファンの方とかも見に行かれるとは思うんですが、ちょっと気になったなという方はぜひぜひご覧になっていただきたいと思います。まあ、コロナ禍のね、少女たちを描いたジョバドもね、なるほどって思わせるところもたくさんありますので、ぜひご覧になっていただきたいなと思うんですが、今日ははい、はいうん、まだちょっとトーン足らんな、もうちょっとハイトーンやな、もうちょっと上かはい、ということでじゃあよろしくお願いします。はい、はい、それでは、このプレゼンありかなしか判定なんでそんな、なんでそんなやる気ない声はい、はい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 、はい、ということで、なんでか知らんけどおっちゃんおばちゃんが3人が、負けないように、なんかはいを言ってみたいな、ね、はい、一生懸命頑張りました。はい、見たい作品にはなるかと思いますの で、 うんです、ね、はい、今日からですから、はい、ぜひぜひ行っていただければなと
思います。はい、ということで今日は映画ジョバド、そして映画カゴの中の絆の出演者である朝比奈めいりさんと永瀬佳子さんのインタビューでした。どうもありがとうございました。はい、では次あゆみ。はい本日ですね、古山琴葉セレクション、ショートムービーバージョンボリューム2の、はい、あと2日間ですね、うん、はい、ここ6日なので、あと2日間となっておりますので、今日と明日、はい、今日と明日しかもうございません、うん、はい、まだ見てない方、ぜひ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 お越しください、うん、はい、料金は2000円プラスワンオーダー制となっております、短編映画がね、4作品見れますので、お越しくださいませ。多分、ね、大阪ではあんまり見れない作品だし、そうですよね、短編映像っていうもの自体が、はいはい、こういうね、スクリーンとかで見る機会ってまずあんまりないと思いますので、はいはい、この機会に一度チェックしてみてください、はい、よろしくお願いします。はい、そして9月のカバの日が11日と25日となっております、うん、はい、はい、お時間が19時からスタートで1500円となっております。あとね、4回です。そうですね、はい、ぜひぜひ来てください。今月来週ですよね、2回ずつですね、はい、10月までとなっております。一応ね、はい、となっておりますのでぜひお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。はい、そして13日、9月13日から21日は、ライフワークオブアキラ黒沢明監督のドキュメンタリーを上映させていただきます、はい、特に19日は火曜日になる定休日になりますが、はい、長い期間ね、13から21まで長い期間上映となっております。料金の方が1500円プラスワンオーダー制となっております。時間の方がね、それぞれちょっと違いますので、ホームページの方も確認をお願いいたします。そして、16と17日は、川村監督がなんとアフタートークにお越しいただきますので、うんうんうん、もっとね、お話聞きたいなっていう方、うん、ぜひお越しいただいてお話聞いてください。よろしくお願いいたします。はい、はい、はい、そして9月22から23が、トラベルハイムービージャンプセルフということで、谷川健監督の短編上映となっております。ムービーでジャンプ2007年から続くトラベルハイの映像イベントのムービージャンルで、谷川健監督のみの作品をギュッと集めました、うん、はい、こちらね、全国5カ所でジャパンツアーというのが開催されるので、はい、まあ、大阪とか東京とか、はい、サルサル市場とかで流れたりとか、島福岡でね、流れますので、ぜひ皆さんもね、各地で同じものがね、上映されるので、うん、はい、ぜひ大阪では近所の方、こちらの料金に参加されるように来てください、はい、はい、料金の方が、1800円で、当日が、2000円、両方ともワンオーダー制となっておりますので、はい、ぜひお越しくださいませ。そして谷川健監督もお越しいただいて、シカゴ、下本とか監督も来ていただきます、うんうんうん、はい、はい、なんとスペシャルなになりますので、ぜひお越しくださいませ、はい、はい、そして9月24日のその下本寺監督の下本寺隆の神立ゴールデンアワーボリューム3を開催いたしますので、ぜひお越しくださいませ。これがね、あの気軽に飲みながら、うん、下本寺監督が歌いたかったら歌うし、はい、映像を見せたかったら映像を見せるしみたいな、小ネタ集ってことありますね、はい、そう、コメントを見るだけでも十分楽しいですけど、はい、もう飲みながらゆっくり出していただけますので、はい、ぜひお越しください。料金は2500円、ワンドリンク付きとなっております。はい、な感じです。はい、はい、はいはい、ということで、今日もグッチョー、はい、いきます。こちらですね、うん、はい、ライフワークオブアキラ黒沢です、はい、来ました、はい、来ました、ね、僕はちらっとドラゴン映画祭のね、ラインナップの中でちらっと説明させてもらったんですけど、はい、これはすごいですよ、はい、はっきり言って、映画ラーのね、はい、撮影の記録を残した VTR があったんで、38年越しにデジタル化し、この一本のね、ドキュメンタリー映画に仕上げた、川村光彦監督の作品となっております。だからね、本当にですね、38年越しなんですけど、うん、そのね、
黒沢監督から君はカメラ回す時、まあ、キャメラですね、キャメラ、キャメラ回す時のスタイルみたいなことを言われて回しといたと、ずっと回してると、でずっと回してて一切編集せずにそのままあの黒沢プロ の, あのプロダクションの事務所に眠ってたんですね。でそれをまあ引っ張り出してきて、編集したっていう内容ですからね。これ全部じゃないらしいんですよね。そりゃそうやろ、ね、そりゃそうでしょう。だって全部ではなく4分の1ぐらいのものを使ってこの作品になっているので、あの、ね、あの当時のね、はい、あのだってフィルムなんで、うん、ビデオじゃないんですよこれ、うん、だからそのフィルムカメラということはそのマガジンのそのこのリールが何分リールとかってあるんですね。で多分1本が30分とかあったんかな、うん、だからそのリールを元に言うとだから4分の1ってことは、おそらくこの4倍やからすごい15分リールがめっちゃあった70時間分ほら70時間分をデジタル化してそれを使ってあってことは70時間分がまだもっとあるわけ、もっとあるこれはすごいっすよ。だからデジタル化しないと今編集できないから、あのデジタルに取り込む作業をとりあえず70時間分を元にあったんだけど、うん、まだまだ終わって、これの4倍あるとそうですね。280時間、300時間ぐらいあるね。すごいよね、うん、やば、はい、ずっと撮ってはったんですよね。ね、そうですよね。作品ダウンの時にずっと撮ってはって、はいはい、なってます、はい、世界の黒沢明をぜひねこうどういう風にして撮ってるんだとかっていうのも見れますので、でもだから本当に、ね、映画制作者も見たいし、そうですよね、あの、うん、もう一つ言えばその映画ファン、うん、まあ、黒沢映画ファンもそうだけど、黒沢ファン、まあ、黒沢明の作品を見たことない人でも、はい、多分きっとこれ見るとへえと思うこといっぱいあると思います、うん、だってなかなか監督が生で演出してるところは見れねえよ、うん、ですよね。今ねほらあの B 班とか大体入ってあの撮影中になんかちょっとインタビューしてみたりとか、いろいろねあの特典映像とかであのソフト化するときにそういうのをやったりとかするじゃないですか。でもなかなかねあの演出してるところをそのまんま撮ってないから、うん、ない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 、うん、これすごいですよ。ということでこれが、何日からですか。9月13日から21日の時間ですね。はい、はい、ね、これね、まあ、だから1日あのどうしてもね19日がねお休み入るんで、はい、プラス1日になったみたいな感じですね。はい、はいはい、ということで、もうぜひこの期間に、見に来ていただいて、あの黒沢明のね謎というかそれを解き明かしていただければなと思いますね。はい、はいはい、ということで今日のグッドボーイでした。はい、ということで、エンディングでございます。はい、はい、まあ、今日もね、盛りだくさんでいろいろとお伝えしてきたんですけど、本当にね、あの、まあ、これ愚痴言いますね、あえて愚痴言いますね、ほんまにな、映画作品2本分を2人にインタビューするって大変やねいや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 、なかなかね、大変ですよ。はい、でも頑張ってますよ。本部2人やん。そうやね、日本部2人なんですけど、2人から聞かなかった、どっちかだけやったわけ、そう、両方とも出てるからね。はい、まあまあまあ、まあ、頑張りました。はい、ということで、ぜひですね、ジョバトと、カゴの中の絆も 見ていただきたいし、ライフワークオブアキラ黒沢も見ていただきたいし、はい、あと平山コンドハセレクションショートムービーバージョンボリューム2、はい、あと2日間です、はいはい、見に来てくださいね。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。はい、はい